こんばんは、森美術館の特別顧問南條文雄です。今年の ICF は世界中に大変大きな影響を与えた新型コロナウイルスの問題を踏まえて、ウィズコロナあるいはポストコロナということで、パンデミックとイノベーティブシティというテーマを掲げて、11月の16日から27日までをオンラインにて開催しています。私が担当しておりますアート&サイエンスセッションは大きく3つに分かれております。分かる、分かり合う、生み出すということなんですが、これは固い言葉で言えば認識、共感、そして共同、一緒に働くという意味の共同ですということになるんじゃないかと思います。今日はアート&サイエンスセッションの第5日目ということになります。生み出す、あるいは共同がテーマの日ということになります。コロナによって大変都市、建築、そしてライフスタイルが変わるんではないかということが あちこちで議論されています。この中でもこれからどういうことが変わり変わらないのかといったあたりを今日は議論していただきたいと思っています。毎回新しいモデレーターの方にお願いしていますけれども、今日はこのセッション、生み出すのセッションの第1回目は建築家の国広ジョージさんにお願いしています。では国広さん、お願いします。Good evening. 皆様こんばんは、おはようございます、そしてこんばんは。世界中からご参加くださいましてありがとうございます。森ビル49階からお届けしております、東京のアカデミーヒルズです。国広ジョージと申します。アート&サイエンス分科会、今日と明日とモデレーターを務めさせていただきます。そして今日セッションの A5、 ライフスタイルの未来、生み出す共同であります。そして明日は2回目となる分科会 A6 となりまして、ライフスタイルの未来、生み出す共同を開催いたします。いずれの分科会においてもコラボラティブクリエイティビティ、生み出す共同、これがキーワードとなります。アート&サイエンスセッションの分科会においてはメインテーマに関連した議論をさせていただきたいと思っております。メインテーマというのはパンデミックと感性の拡張、リアルとバーチャルの融合がもたらす世界であります。スピーカーを選ぶにあたって3つの基本的なニーズに焦点を当てました。その3つの基本ニーズというのは衣食住です。そして今夜シェルター住を取り上げたいと思います。3人の建築家をお招きしております。生み出す共同ということで10にテーマを絞って話をしたいと思います。新型コロナウイルスの危機によって人の関わり方が変わりました。今日我々のセッションには各スピーカーからどのように人々は現実を理解認識しているのか、そしてまたお互いどのように分かり合っているのか、そしてまた他の人と協力して共同して物事を作るということがどういう意味なのかという話をしたいと思います。それぞれの職場環境において、またスピーカーの皆さんが関わっているプロジェクトにおいて問われていることかと思います。新しい可能性ももたらされていると思います。今バーチャルスペース、バーチャル空間というのがいろいろなところに広がっていっています。人の体験が変わってきています。人との関わり方がますます多様になっています。ほんのついこの間コーワーキング、そしてシェアードオフィスという概念が導入されました。いくつかの企業がオフィスの機能などを共有するというものでした。そして今企業の文化、それは大手企業も含めてこういった考えを自らの事務所オフィスへと取り入れるようになってきています。こういったシフトによって職場環境は変わっています。新型コロナウイルスによってまた大きなシフトが見られています。それを背景としまして、
3人のスピーカーをご紹介したいと思います。まず1人目が種剛さん、アトリエ剛種アーキテクツの代表でいらっしゃいます。パリを拠点にしていらっしゃいます。でも日本人です。パリを拠点に持っていらして、そしてグローバルに授業をしていらっしゃいます。そしてお二人目です、シュ・ティエンティエンです。 DNA デザインアーキテクチャの代表でいらっしゃいます。北京から参加してくださいます。中国とアメリカで勉強をされました。北京で今授業を持っていらっしゃいます。あの巨大な中華人民共和国全体でさまざまなプロジェクトを持っていらっしゃいます。そして3人目がスタジオムンバイのビジョ・ジェンでいらっしゃいます。スタジオムンバイの創設者でいらっしゃいます。コラボレーションというユニークな方法論を用いていらっしゃいます。自分のペースを保ちながらグローバルに仕事をしていらっしゃいます。自分のペースを保つということはとても重要かと思います。ではまずは種剛様、アドリエ剛種アーキテクツの代表にお話しいただきたいと思います。では種さんお願いいたします。 Thank you very much. ありがとうございます。ご紹介ありがとうございます。さて本日は、本日のテーマでありますコラボレーションということでお話を申し上げたいと思います。パリにおりまして若い建築家と仕事をしています。30名が一緒に毎日仕事しています。本日のディスカッションに伝えたいことは、10年間の構想でありまして、未来の記憶という内容になります。さてこちらのイメージですが、ニューヨークです。世界でも素晴らしい都市の一つです。20世紀においての最も成功した建築があります。素晴らしい都市で私は、こよなく愛しています。しかしながら50年間60年間経って都市の心臓部は大きく様変わりしました。都市の中心部はどん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 このように高層化しています。そしてもう一つの現象ですが、多くの人たちは地方から都市に移動し、都市がどんどん広がっています。したがって、都市の一部なのかということ気がつかないかもしれませんが、これはブラジルのサンパウロです。これは上海の郊外です。東部の国、東の国ではないかと思われるのではないかと思います。これはパリの一部がこのようになっています。こちらの角のところですけれども、近代的なビルがありましたけれども解体されました。それによって私が疑問に感じたのは、近代化というのはいいものだと考えていました。より良い将来がやはりこの解体されているということなので、将来何が求められているのかということを考えさせられています。例えばこのような掘削をしているということで、考古学です。深い歴史を振り返り、そして記憶を見出していくということで、これは建築の世界においても重要だと思います。プロジェクトのデザインの前に考古学的な研究します。その場所の記憶をたどるのであります。そしてその中で
世界においては長い歴史があり、そして長い記憶が埋められている。そこからプロジェクトのアイデアを得ます。この記憶というのは過去のものだけではなく未来の記憶にもなるのです。これがプロジェクトの出発点ということになります。簡単に5つのプロジェクト、今まで携わったもの、これから携わるものをご紹介したいと思います。エストニア国立博物館です。2006年から2016年にかけてのプロジェクトの紹介です。このプロジェクトは国際的なコンペで選ばれました。エストニアにおいてソ連から独立した後の最初の大きなプロジェクトとしてコンペが行われました。飛行場がありまして、ソ連の時代の飛行場がありました。コンペの中でイデオロギー的なアイデアとしてはこのような飛行場を国立博物館につないでいくということを行いました。キャノピーとなっていまして、そして無限に飛行場の方につながるということです。72メートルの幅で、長さは355メートルです。この博物館はソ連時代のネガティブなイメージから将来に向けての希望を表すものとなっています。こちらが入り口ということになります。大きな景観となっていまして、入り口においては公共のスペースがあります。ご覧の通り、さまざまなイベントもこのスペースの中で行われています。そして展覧会が行われるようになっています。後ろから搬入され、建物は低く、そして飛行場の滑走路につながっているというものであります。2012年のコンペに関してのプロジェクトです。東京オリンピック2020年の新国立競技場のデザインコンペでありました。2012年に行われたコンペですけれども、東京の中心が立地となっています。1964年において東京で初めてオリンピックが開催されましたので、そこ同じ場所で2020年のオリンピックのために国立競技場が建設されることになりました。明治政府、明治神宮が近くにありまして、そして右側ですけれども明治神宮外苑があります。スポーツ文化に活用されている場所となっています。このサイトを見まして古墳からアイデアを得ました。7世紀に作られた古墳からアイデアを得たということです。20世紀21世紀においての大きなオリンピックというイベントで、日本の文化を反映したスタジアムにしたいと考えています。非常に大きな一つの景観となります。都市の介入もあり、スポーツを開催する場所と位置づけられました。365度、東京を、の景色を見ることができる設計となっています。ファイナリストにこれだけ候補が出ていましたけれども、ザハハリが勝ちました。そしてすでにできた国立競技場は東京のオリンピックの開催を待っているところであります。さて、
弘前の現代美術館のプロジェクトをご紹介申し上げます。この建物はもともと大きな古い工場でありまして、何年にもわたり放棄されていました。将来が望めない状況となっていました。このような歴史的な遺産要素は放置されていましたけれども、それを美術館に改装することになりました。新しい建築という方法もありますけれども、改築と増築という案がありましたけれども、私どもはコンティニューション延築に取り組むことにしました。耐震化も必要でありまして、この建物は フランスの技術で作られた元々の工場でありましたので、この文化的なメッセージをシンボルとして活用するということで、ゴールド色の屋根にしました。100年経った壁ですので、きちんと改築しなければなりませんでした。コンクリートの床、そして壁を取り除き改築を行いました。コンクリートに関しましては、レンガを活用し、より追加的な要素を導入することによって歴史の継続を実現しました。このような美術館になりました。今年の7月に弘前でオープンしたばかりです。こちらが中です。図書館です。そして展覧スペースとなっています。小さなプロジェクトもご紹介したいと思います。東京におけるトロキーハウスインバレーというプロジェクトです。出発点としては必ず考古学的な研究から入ります。トロキは湿地となっていました。そしてまた乾燥地もあるという条件でありました。乾燥とまた湿地の条件の中での原始的な住宅を出発点としました。このように重ね合わせることによってさまざまなコラージュでテストしました。原始的なんですけれども、傑作と呼べるようなアイデアが出てまいります。これが最終的な姿です。東京の中心部に建築されましたけれども、東京ではないイメージとなっています。東京にいながら環境と溶け合った建築物になっています。先ほどが1階です。こちらが2階ですけれども、森の中で住んでいるというイメージです。そして子ども部屋においては、風をコントロールするために窓は小さくしています。また東京の景色を眺めることができます。最新のプロジェクトは渋谷におけるものでありまして、多摩川の、かつての多摩川上水の場所であります。江戸時代においては非常に重要であったんですけれども、しかしながら埋め立てが行われています。このブルーですが 3.5km 札台笹塚で幡ヶ谷とつながっています。今はこのような普通の景観であります。しかしながら再生したいという渋谷区の思いがありまして、19世紀から今まで様変わりしています。過去を振り返り、この状況を変えたいと思いました。農業
にができる環境を目指しました。玉川上水を農園にしていくということであります。昨年からこのプロジェクトを始めていまして開発を続けています。水から食料を得ていくということ、20世紀の状況、2025年に完了し再現したいと思っています。以上です。ありがとうございました。 Thank you very much. 谷さん、ありがとうございました。それではお二人目です。シューティーティンさんです。 DNA デザイン&アーキテクチャの代表でいらっしゃいます。ではティンティンさん、どうぞ。Thank you. ご紹介ありがとうございました。画面を共有しましょう。Thank you. 話をする機会をいただきましてありがとうございます。東京のイノベーティブシティフォーラムのこのような機会、発言をする機会いただきましてありがとうございます。都市と郊外、農村部をバランス取るということがとても重要だという視点で取り組んでおります。その例を、この7年くらいの例を紹介したいと思います。こちらは、その浙江省の南の方に位置しています、商用圏であります。車ですと、上海までは7時間くらいの場所です。山岳部に位置しています。周りが山に囲われています。ご覧のようにこちらが市街地となっています。19万人が暮らす町となっています。山岳部も含めてそれだけの人口となっています。他の農村部と同じようにこちらの県においても、都市開発そして郊外の衰退ということを経験しています。都市に多くの人が移住しています。仕事をするためにまた暮らすためにそういうことでかなり過疎化が進んでいます。高齢者ばかりが残っていたりまた多くの集落がどんどん人が減ってきています。なのでそういう中で新しくその希望を植え付けることが必要だというふうに感じました。2014年以降私たちは地元のコミュニティとまた地方自治体と協力をしながら建築の梁療法というようなことを取り組んでいます。私たちがこのように名前をつけています。最小限の介入という形で公的なプログラムを地元の伝統などを大切にしながらそして地元の文脈ということを大切にしながら開発を行っています。それは地元のアイデンティティを大事にしつつでも収益につながるそして観光客も引きつけることができるというようなものです。こちらが南有市の例です。集落の入り口に空き家だった建物を改築して建物を作っています。この改修を行ったのは地元の住民です。伝統的な建築技術建築技法を使っています。建設の仕方また修復の仕方についても伝統的なものを使っています。プロジェクトとしてはクラスターを守るということにあります。建物のその見た目に関して何百年という歴史があります。それを保全しますけれども内装についてはホームステイを受け入れることができるようにまたオープンセーフスペースを確保していろいろなスタジオなどに使うことができるようにしています。3年前2人の若者が
自分たちの住んでいた町であるこの市に戻ってきて、そしてスタジオを開設しています。2015年このプロジェクトを行いましたけれども、集落の人口が増えました。まあ、3年間の間でこの集落20人だったところが160人に増えています。そして次の例です。こちらは却下の夏院の美術館です。典型的な却下の集落です。美術館、博物館の場所ですけれども、山沿いにあります。集落と山と、そして自然をつなげるような作りにしています。却下、客の家というふうに書きます。そしてこちらでもコミュニティの人たちを参画して、福建省の山と接しています。200年ほど前に福建省から人が移動してきてここに住んだということです。建物がありますけれども、山のすごく近いところに位置しています。こちらのプロジェクトを通じて伝統的な建物を保全するということを行っています。技術的にもその伝統的なものを活用しながら修復保全をしています。そして夏、その発火の夏院のコレクションがあります。最大規模、中国の中でも最大規模のものとなっています。美術館ですが、これは農村部の美術館ではありますけれども、人が集まってきやすいような、そういった公共の空間になっています。またこのプロジェクトによって上海の投資家が関心を持つようになりました。この地域でホームステイビジネスが行われるようになっています。続いて黒砂糖、これは農産物として新集落において大変人気というか一般的なビジネスとなっています。ご覧のようにこちらは平地であります。先ほどの2つの例とはちょっと違います。近代的な建物が広がっているのがお分かりいただけるかと思います。農家の人たちがこういった家を建てるようになっています。先ほども言ったように建設の建物としては伝統的なものではないくはなっていますけれども、農業活動についてはまたライフスタイルについても依然として非常に伝統的なものになっています。砂糖を生産するということを進めていまして、その集落としてのアイデンティティをその砂糖の生産という形で保ち続けています。工場です。サトウキビからサトウを作る、これは非常に労働集約的なものです。ただ食品生産の基準を満たすようなものではなくなっている状況でした。火災のリスクもあったり、あるいは住民の生活を阻害するような側面もありました。それを解消するようなものとなっています。生産する場所、これを中央の舞台のように位置づけています。そして周りを開放的な空間にすることで、ゲストが訪問し合うようにしています。周囲がオープンな場所となっています。農地を見ることができる、そして遠くの山を見ることもできます。1日24時間冬はずっと稼働し続ける空間です。ずっと生産が続けられます。冬になりますと1日24時間3シフトで労働者は働きます。ですからこの空間はもうパフォーマンスの中央の舞台のように受け止めることができると思うんです。そして働いている人たちの
その衣装というのもユニフォームということで買いました。それとその光とそして蒸気とまたこのオレンジ色の黄色のユニフォームを着る、そして砂糖を作っている、まあ、マスターと言えるような人たちが、動いている様子、これが非常に美しい光景となっています。冬になるとお祝いのようなそのような光景となります。観光客はこれを冬のイベントのようにして集まってきます。砂糖の価格も4倍ぐらいに上がりました、この3年間で。ということでより多くの農民がサトウキビを育てるようになりました。所得の向上にもつながるからです。写真をご覧ください。サトウキビの写真もあります。農業のエコシステムもすっかり変わりました。そして、まあ、生産期ではない時、そういう時には例えば映画を上映したり、あるいは、まあ、パフォーマンスなどを行うような空間として、公共空間として使われます。次のプロジェクトです。こちらは使われなくなっていた橋を改定しました。既存の構造物の上にラウンジを作ったんです。昔からあった橋のリズムを使っています。真ん中のところ屋根がなくなっています。真ん中が大きなプラットフォームのような感じになっています。これをペデストリアンブリッジ、あるいはラウンジブリッジへと変えました。公共空間となっています。2つの集落が橋の両側にあります。実はこの2つの村というのは200年ほど前は1つの村だったんです。それが2つの村に川が氾濫したことによって分断されました。でもこの四面橋によって2つの村が1つになるという、そういったシンボルにもなっています。地元の人たちも週末のマーケットの場として市場なども立っています。そして王の州ですけれの集落ですけれども、この地域では400年もの歴史のある村でした。1990年代こちらは産業区域に割り当てられました。ご覧のように周りは集落の周りは工場ばっかりになっています。煙突が多く見られるかと思います。他の集落のような美しい景観には恵まれていませんでした。なので観光地として発展することもなかった。でもこちらの集落において大事だったのは、歴史がある村であるということの、誇り、そして栄誉、これを大事にするということでした。そこで、その先祖の、建物を、町の中心にありました。こちらは王家、という人物です。明王朝の時代に、皇室所属の学者でした。永楽大典という、まあ、700年ぐらい前に作られました、編纂されました、大典を作った人物です。その人物の由来の建物を集落の中心に据えました。ご覧のように17の構造的なコーナー、これをその土地の記憶を思い出すようなコーナーとしました。このような石
板などを設けました。これを作ったのが実は集落の周りに立地している工場だったんです。そしてこちらの空間が記憶そのメモリアルホールとなりました。ワンジンを記念した記念ホールです。集落の中心にこういった空間があることによってここで人が集まるということにもつながっています。メンテナンスが簡単だということもとても重要です。チェックポイントとかそういったものもなく気軽に歩くことができるんです。チケットを買う必要もありませんし、カバンのチェックもありません。一般の人たちがいつでも入ることができません、できます。またラウンジとかあるいは人が来て訪問してあるいはここへちょっと時間を過ごすということができるような空間となっています。次のプロジェクトです。こちらは竹林の例です。竹を使ってそれを素材として作るというよりも自然界の中で竹を編んでそして空間を作っています。完全にオープンな空間です。中国伝統のオペラなどもこの中で演じることができます。非常に力強い基盤、そして竹が建物の素材のような形で使われています。竹はいつでも取り替えることもできます。成長している構造物というふうに言うこともできます。全体の戦略としてその建築物が言語にもなる、そしてそれぞれの集落の特徴個性を表現するものにもなるというふうに思います。針というものがいう形で建築物などが建築などがその集落あるいはもっと広いコミュニティにおいて活性化につながっています。新しいプロジェクトがこの後も立ち上がってくる予定となっています。一種のマッピングシステムということで伝統や遺産として残っているもの、それが地域全体の活性化につながっています。県の人口がこの3年間で5000人6000人と増えてきています。新しいビジネスも立ち上がるようになっています。都市とそして農村部のつながり、都市からの体験、都市から人の流入などにもつながっています。で、次のプロジェクトをご紹介したいのがシャンチン市における住宅です。多くの集落には空き家がたくさんあります。というのも人口減が進んでいるからです。こちらの集落ですけれども600年前から存在しているものです。伝統的な集落ということで非常に伝統的な形を維持していましたけれども、空き家だらけの集落になってしまっていました。この集落を変革しようということで2つの取り組みがなされました。まずはその伝統的な文脈を維持するということ、一方でホームステイビジネスを行うということです。建物ですけれどもレノベーションを行いました。地元の伝統的な技法を使っています。地元の人たちも参加をしました。
ハイブリッドな経済エンティティを作ったんです。住民の組合も作りました。3つほど作りました。住宅組合、そして農地組合、そしてエクイティの株式の組合、また、村や、町や県などからも補助金が出ました。このプロジェクトはある意味新しい生活の仕方ということを町に出ていてしまった人たちに提供したと言えると思います。コロナの前には多くの人がこの町を訪問しています。より自然と近いところで時間を過ごしたいという人たちが多く訪問しています。てんてんさん、どうもありがとうございます。では3人目のスピーカーをご紹介申し上げます。インドからです。インドのムンバイです。スタジオムンバイ創設者のビジョイ・ジェインさんです。15分間ということで、お願いいたします。皆さんこんにちは。世界各国にいらっしゃる皆様にご挨拶申し上げます。さて、私の方からは今のエトスをご紹介申し上げたいと思います。そのために一連の写真とテキストをご紹介申し上げます。非常に興味深い時代に生きていることを背景としてお伝えしたいと思います。このような文章を書いていました。文明は水のような足元の上に築かれている。世界は流動的であり、文化は常に紆余曲折しています。そして空気、光と水は本質的なものであります。自然の中の人間、人間の中の自然は不可分であります。我々が住む物理的な世界というのは、さまざまな文化の進化の、パンプセットであると言えます。材料の直接性、そしてアクションの、直接性、やったりやらなかったりやり直したりということ、によって不確実性との交渉が行われます。自然発生的に、対応することによってコントロールできないところにも、適応することができます。そしてこのような、儚さによって不均衡を吸収することができます。そしてまた儚いひらめきが間の空間にあります。このような世界観というのはさまざまな景観をと関与することによって生まれたものであります。地形を越えて物理的にも隠喩としても地形を渡ることによって世界は拡大していくのであります。そして暗黙知の貯蔵所となっています。触覚で共鳴される、エネルギーの場が、水、空気、光により形成されています。それを今申し上げたことを、人類学、そしてまた建築という、脈絡で、ご紹介申し上げたいと思います。時間を超えて、計測してきた考え方であります。これはガンジス川です。これが建築の基盤となっています。溝の中に落ちていく、そして溝の中で浮いているということ、これは建築の基本だと思います。このようなイメージ、このようなプロポーション、ディバンチの人の絵がありますけれども、それと同じようなシンボリックな参照があります。斜めにの動きということ、子ども、そして、大人がこのような形で、水の中に浮いているということは、建築の基本であると考えています。建築、景観、基盤が、現れたり消えていくということを繰り返しています。これがとても重要な言葉であります。
今の時代において重要だと思います。ラテン語のパリンプセタス、そしてギリシャ語でのスクレプタケンという言葉がありますけれども、これは筆記用具であります、用筆紙であります。これを削除したり、そしてまた書き換えたりすることができます。すなわち、これは複層的な記録であります。2つの性質がありまして、個別のテキストの明確さを保全し、そしてまた、汚染も、あるということです。多層化することによって、過去のテキストを削除したり破壊することができます。しかしながら、また破壊された文字が再び出てくるということは、やはり異質性と、そしてまた多様性を表すものであります。デクインシーは人の記憶としてこのパリンプセットを比較しています。従いまして、これは永遠の保存のユートピア的な可能性を表すものであります。この右側を見ていただきたいと思います。黄色いシャツの人ですが、北西部の方です。このような材料を購入していました。そしてお金を払おうとしたんですが、他の人たちはみんな白を着ているのに、あなただけどうして黄色を着ているのかということを聞いていました。このような T シャツはただで配っているコカ・コーラの広告、建材の、マーケティングで、提供されるものだと。 T シャツを家に持って帰り、そして、ポケットをこのような形で妻が作ってくれたというのです。2つの文化が共存しています。ルーチョフ、その裏にもう一つスペースがあるということであります。スペースがないと考えがちです。偏見がない。しかしその裏でまた別のスペースが展開するということ、そして両方が共存できるということであります。これも興味深いスライドだと思います。パリンプセストが見られます。料理をしています。伝統的な料理をしています。そしてまた、牛の糞などで料理をしています。右側は非常に近代的であります。植民地の時代にもたらされたものであります。この空間の中に伝統的なもの、近代的なものが共存している、バランスとディスバランスが起きているのです。文化間の、また時間を超えての動きですから、スペースの中に何を作り出すことができるのかということ、偏見がなければいろんなことが実現するということです。マナーという言葉です。フランス語のマニエールから来るんですけれども、自らの手で作り出すというものであります。実行あるいは物事の方法であります。身体化のプロセスの外観的な表明であります。手に関してセンチメンタルあるいはノスタルジックということではないのです。しかしながら手で何ができるのか、コミュニケーションの力があるということ、いろんなことができる、視覚化することができれば、最初のコミュニケーションは生まれて最初にできたことというのは手です。手で何かを求めた最初のコミュニケーションはそのように生まれた際に行われたのです。したがって手の動き、これがなくなればどうなるのか、どういう現象になるのか、そうすると人間としてどのような分類になるのか、その中間になるのかというぐらいの意味を持っています。これがその建築あるいは景観として重要だと思っているのではなく、可能性を追求しているのであります。さまざまな、その指数関数的な加速化が起きているわけです。 AI、 デジタルメディア、コミュニケーションが発展しています。それと同時に遅効性もあるわけです。その間の空間で出会うことができるかということが大事です。
これは最近の写真です。インターネットで見つけたものなんですけれども、1ヶ月前にフェスティバルがあったということです。ここでもどのように警官と関与できるのかということを示しています。芸術的あるいは建築としてどうかということを申し上げているのではなく、人間としての潜在性を強調したいと思います。そうであればこのような環境を作り出していくことができると思うのです。ポスチャー、姿勢という言葉ですが、ポネールというラテン語から来ます。どこかに置くということであります。ということは、体をどのように運ぶのかということを示唆しています。例えば、その操作する対象に対して腕足がどこに置かれるのかということです。この関係が重要でありまして、人と人間、人間と人の関係、そして、侵食していくということ、破壊とまでは言いません。その過程の中で再接続する、どこに接続するのかということ、すなわち環境がそのような形で生まれていくのです。この子供、そして羊が映っています。この2者の関係には関係性があるわけです。もうそれが大事です。どの空間の中で何が共有されているのかで、実は、ラクダの上に乗っています。北西部におきましての光景でありますけれども、現象、文化的な現象、それぞれの構想の中に、あるものが、現在も息づいているということで重要です。こちらを見ていただきたいと思います。サーリーがこのように、サーリーという女性が着るものがあるんですけれども、このような生地があります。この同じ生地がこの子どものハンモックにもなっています。ですから、このようなその封筒のような体を運ぶということ、姿勢がここでも現れています。愛情です。慈しむということです。他の状況、条件に感じ取り、そしてあるべき形を提供する、願いによって大事にする、保護するという概念です。これもインターネットで見つけた写真ですけれども、まあ、グローバルにも、理解できると思います。インドの村で、その裏返しにするということ、この壁が学校になっているのです。外の壁が裏返しになった形で教室になっています。潜在性があるということです。ですから、どのように空間にいるのか、空間との、関係性を再構築していくことができると思います。こんなことまでできるということを物語っています。何ができるのか、何をもたらすことができるのかということを示していると思います。イレブリです。これは現実に根ざした夢の状態であります。1年前の写真でありまして、12月のお祭りです。このように、暗いランプ、空間が前にあります。これは物売りです。そして、後ろの方には、この、フェスティバルが行われています。興味深い、平地だと思います。再構成していくということが大事だと思います。再発明とまでは言いません。関係がその空間の間であるということ、それが平地されているということ、隣接している場合もあります。では次、安らぎの角度です。粒子間の摩擦抵抗に関わるものです。この休息の状態です。体が、身体が、全体として、休んでいる、
それは重力がかかっているということです。地面に対してこの石を見てください。ラダークという、ヒマラヤの、石、ですけれども、これらの岩集められて、普遍的な、音、地下からの、台頭など意味しています。どのようにこの岩を集めているのか、そしてこの景観の中にあり、そして今も使われているということ、そしてエネルギーを共鳴しています。エネルギーの場を作る、それが景観の中に放たれています。重力です。地球の中心に体を引き寄せる力です。それは体には質量があるからです。この写真を見てください。空港が右側にあります。そして居住地があります。全部手作りの居住地であります。地元の材料で作られた住宅です。しかしながら国が拡大するにあたって立ち退きになります。重力、飛行、そして質量、またこの一つが高まる、一つが地上に降りるという平地というのは興味深いと思います。やはりこれも我々が持っている潜在性を表していると思います。条件に関わらずです。以上です。 Very much, Vijoy. Vijoy さん、ありがとうございました。3人の建築家の方にプレゼンをいただきました。それぞれの話を聞きながら、共通の、まあ、共通点があるなというふうに感じました。タネさん、記憶ということをお話になりました。記憶によって建築が生まれています。そしてシュー・ティンティンさん、集落で仕事をしていらっしゃいます。そして針ということをおっしゃっていました。刺激をその集落、人がいなくなってしまった、過疎化しているところ、そこに刺激を与える、それは歴史に根ざしたものであるということをおっしゃっていました。そして非常に雄弁に、ビジョイさんにプレゼンをいただきました。こんなふうに言っていいでしょうか。タイムレスネスということをおっしゃっていました。その恒久的なもの、そして人が手で物を作るという話、景観の話、そして波紋ができるという話もされました。そして重力、これは物理的な現象であります。地球上で体験する重力の話もされました。コロナ後の世界をテーマとしてお話をしています。私たちの存在がある意味空間の中で孤立しているけれども、時間は流れている、時間はあっという間に流れていきます。そして皆さんはそれぞれのスタジオからお仕事をされています。離れたところです。建築プロジェクトが行われているところかとは離れたところに住んでいらっしゃいますけれども、お三方の話を聞いていると、時間、空間、こういった現象は続いているということを感じます。それを認識していらっしゃるけれども、そこにから影響は受けていらっしゃらないというふうに感じたんです。具体的な、今お話になった中でコロナ後ということに具体的に言及してらしたわけではありませんけれども、ただ続けるんだというようなことが聞けたような気がします。お一人ずつぜひ伺いたいと思います。それぞれやってらっしゃることの中で、そしてお一人ずつ関わってらっしゃるプロジェクトの中で、コロナあるいはコロナ後の世界、コロナとともに生きる世界というのは皆さんのプロジェクトにどういう影響を及ぼしていらっしゃいますか。まずタネさん、お願いします。
今直面している状況というのは異例のことだと思っています。そして建築業界あるいは建設業界も長期的に影響を受ける可能性はあるとも言われています。今回パリは2回目のロックダウンとなっています。そういう中で随分議論をしました。で決めたのはもう仕事しましょうと、とにかく仕事しましょうということです。建築家ですので自分たちだけで仕事をすることはできません。私たちは手が必要、そして人が必要です。だからワークショップベースで仕事をするようにしています。コンピューターの前で、かつては仕事をしていました。そうではなくワークショップという形で仕事をするようにとなっています。まあとにかく前に進まなきゃいけない。人のポテンシャルについてビジョイさんおっしゃっていました。我々は忘れてしまったことがあるかもしれない。それを思い出して、そして私たち一人一人が何ができるのかを思い出そう、それをやろうということを考えています。もちろんプロジェクトに影響はあります。でもとにかく前進する、とにかく仕事を前に進める、そんなふうに今やっています。そうですか、ありがとうございます。で次のそしたら質問をさせていきたいと思うんです。方法もお話しいただきました。その考古学的なあるいは記憶とかその場のそして人たち人が関わるということ、そういったことを大切にながらしながら建築を作っていくということでしたけれども、今現在という中においてどうやって今のこの瞬間あなたの言葉記憶という、あるいはあなたの記憶の方法論という中でどのように捉えていらっしゃいますか。どんなふうに表現されますか。タネさんの言葉でどんなふうに表現されますか。私は、ちょっと時間がかかりました。自分自身この状況を取り入れるのに時間はかかりました。記憶という考え方が出てきて、そしてその考古学的に考えるということでより強い信念を持つことができになりました。今グローバル化というふうなことが進んでいるわけですけれども、理想的な空間には必ず物の消費を伴います。でも人が住むのための場所、それは人が来ることができるように招待招くような空間を作る。またたとえデータベースにしても、あるいはオフィスのスペースにしても、そういった空間っていうのは常に新しい消費を生む場です。なのでその考古学的に考えて、一つで人間の記憶ということをたどることによって、私たちは以前よりさらにその空間というものを信じることができるようになったと思います。それでは続いてテンテンさんの見解も聞きたいと思います。特に北京を離れたところでのプロジェクトをたくさん持っていらっしゃいます。オフィスは北京にお持ちだということで、コミュニケーションも取らなければいけないし、場合によっては現地を訪問しなければいけないと思います。もしかしたらもう今は中国国内移動の自由ができているかもしれませんが、コロナによってどんな影響がありましたか。中国で何が起きているんだろうということをぜひ知りたいんです。中国からいい話しか出てきません。何にも一切、例えば中国から、負傷とかあるいは感染という話は伝わってきません。もう日常生活が戻ってきたような話が伝わってきますけれども、コロナについてはどんな状況なんですか。全般的にはこちら側順調だと思います。この1、2週間で新しい感染者っていうのがいくつか出てはいます。天津とか上海とか一部の都市で出てきてはいますけれども、全体としては非常に活発になってきているというふうには思います。注意をして、過ごすようにはしています。そしてコロナの影響ですが、今まで
もう本当に私たちは光栄だなと幸運だなというふうに思っていました。その農村部で仕事をすることができること、それが大変光栄なことだと思っていました。またこの1年間農村部において自然と近いところで仕事をさせていただくことができています。そして、その自然や農業や歴史を尊重しながら仕事をしています。数ヶ月前ソンヤンの県には、感染者1人しかいなかったんです。こんな状況の中でもたった1人でした。そして通常の日常がすぐに戻っていました。もう3月とか4月にはそんな状況でした。夏、私たちは、コロナがまた再発したのでロックダウンで、北京を離れることができなくなっていたんですが、そういう中においても商用圏とか、一部の集落では全く感染者がいなかった、その都市以上に活動ができるような状況だったんです。今でも私たちはマスクをしなければなりません。北京で仕事をする中で、商用圏に行きますともうマスクをしなくていいんです。なのでそれはすごくいいサインだろうなというふうに思います。南條さんから質問です。十分理解できなかったことがあります。先ほど話の中で、地方都市における人口が増えているということですが、そして、そういう自然の中で住みたい人が多いということですが、コロナが起きてた、結果なんでしょうか。あるいはそういう傾向が一般的にあるんでしょうか。そうであれば将来においては都市の形、そして地方都市と大都市の関係は変わっていくとお考えですか。省に戻る人たち、6000人が戻ったということです。過去3年間におけ、状況であります。2019年末の計算の結果です。パンデミック前からその傾向があったのです。農村、農村あるいはその出身地の再活性化という流れがあったからです。またその出身地においてのオポチュニティが出てきているということを鑑み U ターンしたということだと思います。もう一つは新しいビジネスなどが農村地帯でもできたということで所得を得られるようになっています。都市で働くよりも所得が得られるということで、そのような状況がパンデミック前にありました。そしてパンデミックの最中、2020年で1年になりますけど、まだ計算していませんが、今年末には新しい数字が出てくると思います。多くの人たちが経済その他の状況によって、もともと出身の人たちではない人たちも、そこに行きたい、農村地に住みたいと考えています。また、国道なども整備され、アクセスがありますし、そしてまたインターネットのアクセスもありますので、また違った生活を農村地帯で楽しめるようになっています。ビジョイさん、プレゼンテーションはそのタイムレスということだったと思います。そして地球上の人間、また地球はその非常にこの本質的な存在であるということですが、パンデミックは関係ないということでしょうか。もうその人生は続くからでありまして、しかしながらコラボレーターである職人の人たち、そして先ほどの黄色の T シャツを着ている人など、
の状況はどうなんでしょうか。どのようにお考えでしょうか。現在の現実についてどのようにお考えでしょうか。違った見方で答えたいと思います。時間の側面、そしてタイムレスの、その側面、私のその時間の感覚、それが何を生み出すのかということだと思います。影響を受ける受けないということではなく、どのように再調整していくのか、適応していくのか、また中心に自らを戻すことが重要だと思います。いろんな力が働いていますので、例えば重力は、その我々にとって最もその平等の力であります。その境界も関係なく、国境も関係なく、そして誰にもかかる力です。その力にどのように対応していくのかということ、今はコロナかもしれません、気候変動になるかもしれません、いろんなことがこれから起きてきます。極端な破壊的な状況だけを想定しているわけではありませんけれども、常に調整が行われる、交渉が行われるのであります。その中で俊敏性というのが重要だと思います。ドキュメンタリーを見ていました。その19歳の剣道の、目指す人たちで、でも有段者がたくさんいて、で彼は、ほとんどその動かなくても誰も近寄れないという状況でありました。ですから練習も重要だと思います。どんな状況であっても対応できることが必要です。今私にとって重要なのは、サイトに行かなくても、建設できるのではないかと思います。みんな、思いやりを持っていますし、直感的な関係がありますし、イマジネーションがあります。お互いに対して、また景観に対する関係がありますので、それは普遍だと思います。持続可能なもの、我々持続させるものは、その愛情だと思います。それが継続につながるんだと思います。ですから我々のその中心からぶれないことが大事だと思います。コミュニケーションにおいては遅効性があります。Zoom で話をしていますけれども、他の場所のものを物理的にはアクセスできませんので、そこにいる人に依存しなければならないのです。その中で信頼関係が大事だと思います。どのように信頼構築するのかということ、そして硬直性をなくして信頼するということも大事だと思います。他の人を、距離が離れた何千キロと離れた人を信頼する、例えばフランス日本でのプロジェクトがありまして、多治見に関するものです。しかしそこにはもう行くことができないので、物理的にそこにいる人に頼ることが大事です。日本であってもインドであってもフランスであってもイタリアであってもアメリカであっても同じです。同じような現象、例えば粘土は日本においてのインドの粘土の現象があります。現象は一緒です。粘土はヨーロッパにおいてもその現象は同じなんです。したがって私の関心を持っているのは、その現象との関係性であります。みんな経験があると思います。ハプティックって感触という、触覚が重要なんです。目だけではなく他の感覚もありますので、それで空間的な条件を作り出すことができると思います。あと20秒となります。その後質疑応答になりますが、このセッションはこれでラップアップ、まとめさせていただければと思います。ありがとうございました。